は、インドの映画監督、脚本家。ミーラー・ナーイル、トニー・ガーバーン、デーブ・ベネガルの助監督として、キャリアを積んだ後、監督デビューした。ジャベド・アクタルとハニー・イラニの娘として生まれる。シャバーナー・アーズ・ミーは、ママ・ハハ、ファルハーン・アクタルは弟にあたる。ムンバイの学校で学位を取得した後、ニューヨークのティッシュ芸術校で映画制作を学んだ。父、 ジャベドが不可知論者だったため、父の影響を受けたゾーヤーとファルハーンも不可知論者となった。ゾーヤーはロックバンドペンタグラムのミュージックビデオプライス・オブ・バレッツの共同監督としてキャリアをスタートさせた。その後、ディルチャタ・ハイ、スプリット・ワイド・オープンのキャスティング監督、弟・ファルハーンのロック主者、ディルチャタ・ハイの助監督を務めた。2007年には、 長年制作パートナーとして共に活動するリーマーカーグ T のハネムーントラベルズ PVT リミテッドで制作指揮を務めた。2009年にチャンスをつかめ、で監督デビューし、主役にはファルファーンとコンコナセンシャルマが起用された。同作は工業成績はかんばしくなかったものの、非評価からは高い評価を得ている。2011年に 人生は一度だけを監督し、ファルハーン、リティクローシャン、アバイ・デオール、カトリーナ・カイフ、カルキ・ケクランを起用している。同作は工業面、批評面で高く評価され、ゾウヤーはフィルムフェア賞最優秀監督賞を受賞した。2013年にインド映画100周年を記念して制作されたアンソロジー映画、ボンベイ・トーキーズ・でカラン・ジョハル、アヌラーグ・カシャップ。 ディバカルバネルジーと共に監督を務めた。2015年に、ディルダ・ダクナ・ドゥを監督し、アニル・カ・プール、シェファリ、シャー、プリアンー・チョープラー、ラン・ビール・シンを起用している。2019年に、カリー・ボーイを監督し、ラン・ビール・シン、アーリア・バットを起用した。ゾウヤー・アクタルト・リーマー,カー・カ・ブティ。ありがとうございます。